ウィリドミナです本日は、こちら。シャドウファーストのね、えー、連携ロイヤルの構築で、グランプリをね、4勝することができたので、そちらの方をね、対戦を確認した後に、デッキを紹介できたらいいかなと思いまーす。ということで、前置きはこのぐらいにして。では、行きましょう。じゃあということで、対戦よろしくお願いします。よいしょ。 えー、今回はね、えー、公平性を担保するために、対戦相手のお名前が見えるんですが、別に晒してるわけじゃないので許してください。はい、この通り。はい。ということで、やっていきましょうね。じゃーん。よいしょ。対、は、戦、い、よろしくお願いします。よいしょあラスワネクロだ。ラスワの戦い方は、 うーん次もう一体出してくれると思うんだけど多分ニュートラルを出してきた時に不屈の闘志で割りたいなと思ったんだけど <laughs> あの犬がいるとこっちのモニカが棒に変身されちゃうのがめんどくさいのでさやネに使いまーすきちゃー始まっちゃったなうーん当たって当たって次万丈なアステーシャーしたいからエンドだな 発進に当たられて狭き落雷が落ちてめんどくさいしよ,よいしょーやら <laughs> この動き強いこれでこれでこれでニュートラルのラスワ持ちが出てくるのマジで強いめんどくせーうん落雷を並べなきなダメかなーよいしょー よいしょー。ハッピー。さてよみよ。よいしょー。よいしょー。先、落塁だと、えー、HP を20まで回復できたんですが、後、えー、落リにすることによってね、死後を一面出すことで、こいつでね、ここに当たれないようにしました。うん。うんこいつでここに当たられるとね、なんか、めんくせえなと思って。ハッピー。 はねあーあー、そっちなんだ。はい。で、えー、っと、ここでー、パッピー。とりあえずサーチをして、マジで手札に何もないからー、えー、手札の兵士フォロワーのに下げてー、ここにでサーチしてー、ここ、はい、はい、はい、ここ、私は、とんでもないクソプレミにをしました。 自白します私は私はこの時とんでもないクソプレミアをしましたなならえー、さっきのねこのエンジェルを <laughs> セイントゲル <laughs> セイントゲルを、えー、当たってしまったことによって、えー、次のターン開始時にねこのアリスが割れてちょうどねアリスの、えー、進化条件を満たす えー、このバトル中破壊された時にラストワードを持っていた自分のカードが10枚以上なら進化するという能力を生み出すためのね、えー、ラストワードの枚数が、えー、次のターン始時にぴったり10位になるように <laughs> なってしまいました。この、この、この、この,この今の、この今のこの脳死ミリアリアでアンデスゲール取っちゃえばいいで、あセイントゲルアンデス取っちゃえばいいでしょのこの,このクソプレミ、謝罪します。私はカセ野郎です。いや違う、違う、あのね、一つだけね、一つだけ言わせてもらえば似合うんですよ。 この時、電車内で、私は、ヘルシェイク矢野のことを考えてたの。マジで。ねもうヘルシェイク矢野が悪いよ。うん。ヘルシェイク矢野が悪いよね。うん。ヘルシェイク矢野のことを考えてたんだからしょうがなくないそう。だからさ、あのー、岡はブクブクってやつが悪いんだよ。あれは要するに。うん。俺悪くないよね。はぁ <laughs> まずい <laughs> まずい<笑><笑>ここ <laughs>。 ここ上がってなかったな失踪ついてなかったー <laughs> ここ5点分余計に食らってんだよな <laughs> マジでプレミなんだけど <laughs> ありえないこの動きこの動きはマジでプレミすぎる終わってる <laughs> 終わってますこれと <laughs> いうことでもうねカ返ルでどうにもならないですよ以上。ちなみに今回のデッキは俺はねあまり あのここ新環境になってからミカエルをすべきしちゃうことが多かったので2枚入れてたミカエルを1枚に減らしました <laughs> それでもなお4試合に1回ぐらいミカエルを引いてるんでピキリそうになってます <laughs> やってらんねえよな <laughs> やってらんねえよなでなんとかなってほしいこれでこれでんとかなってほしいこれでんとかなってほしいもう 連携も全然たまってないしもうやばいもう <laughs> やばい <laughs> さっきのプレミが響きすぎてる終わった終わった強い強い <laughs> うわ<ー>対戦ありがとうございましたプレミには気をつけよう次の対戦を見に行きましょうということで、えー、先ほどのプレミでね一気に目が覚めたミーナー VTuber はガチモードでねあの,ー、の,のスマホのパパママあれ 音量をオフにしてイヤホンだけつけて耳栓状態で完全集中モードでゲームを始めたビーナブーチューバーです <laughs> ここからは <laughs> こっから俺頑張ったから <laughs> こっから俺頑張ったから <laughs> ダイヤロー <laughs> といいことであ装填切けたのいいね装填がいることによって直接召喚券をねミカエルを1枚にしてもしてもあのー参指示にこいつが出てくるのが実質直接召喚みたいなことになってるので 変わるんだよなっって言って言でまあ先行取れたので、えー、こっちのねよいしょアマテラスの方を出すことによって次に出るのがねえサ、ー、ノオじゃなくて何だっけ <laughs> あつくみだつくよミが突進を持ってる22なので、えー、相手がね展開してきた時に、えー、カウンターパンチとしてね突進をで相手の盤面を取り処理するっていうねあのミカエルと同じ動きができるので。 先にあまてらそうだします私は毎回相手の場にフォロワーがいないからねただこのつくよみはあの相手のフォロワーを <laughs> 相手のフォロワーを一体あれ骨にしてくるクソ犬 <laughs> あいつがいるとめちゃめちゃ弱いことになっちまうんでよいしょお前いらないよいしょー あの出すタイミングで、ま、注意しましょう8来ちゃうお前が欲しかったお前が欲しかったんだよ来たきいたー4面展開によって連携が12になりましたやったぜ、えー、ちなみに、えー、こいつが引けてなかったら普通にモニカ出してエンドにしましたモニカ出してもいいんだけど先行なんでねあのリーサルンのタイミングでレイリエル 出すタイミングで前のターンにねモニカを破壊してほしいっていう盤面を圧迫する状況を作りたいので一旦温存からあと進化回数をねモニカで稼ぎたいので今の環境だとそれも踏まえてねモニカはなるべく後ア々ドアドにしようかなっていうこれは白銀でしょこれ黄昏れた白銀でしょパピーいいしよ誘われた白銀は4枚泥4枚展開できるのでここでバイオレンスパイレーツを出して 今をまあ、このバイオレントァイエンスはあのー、めちゃめちゃ弱い千金武装の大参謀だと思っておいてください神対リーシャ外した外せあー当たったクソこっちに当たってほしかった <laughs> こっちに当たってほしかったダメか清いですね鋭くっそー 必殺が残ってるからなんかアリスで自殺されると困るなと思ってうわありか否定者だーこっちが盤面有利つからないとあっ融したなんでこっナノコストの方融合してる怖い異常者じゃん百戦連磨の実力をであと今連携が18なので先がウェインドローウィーンバシュンこれで ガェインガー。一回ダメージ無効の盾になるので、えー、否定者をね、否定者を否定するための盾 <laughs>。この盾は硬いです。で、もう盤面取れる必要もないでしょう。で、まあ適当に盤面を処理してくれたら、えー、レイディエルがね、えー、黄金の首飾りのおかげで、品加減がないんですが、えー、攻撃力は5の3回攻撃で、えー、15点、今出るので、体力15まであったらね、確定リーラーですな。 で、え、進化回数が足りてないので、進化回数もね、6回にすることができたので、これでね、モニカを当たる先も用意することができました。完璧だ。いい調整だ。これで実質ね、進化圏があるのと同じ動き。8点パンチができるので、8pp でね。まあ、これが今回の基本的な動きかなって感じ。ということで、百戦錬磨の稲作を、あこれもう、モニカを打たなくても、ミサルだな。ということで、対戦ありがとうございました。危ねえ。 <laughs> あのあのプレミア何だったんだ <laughs> あのプレミア何だったんだ <laughs> 本当あのプレミ許せないんだけど俺自分で <laughs> ということで次の対戦を見に行きましょうキャラーンオーカーブクビ許せねえチャラーンということで対戦よろしくお願いします勝利の,の花家族を希を保るためによろしくなおいいじゃん10日の 剣士があるので、この10日の剣士はね結局何枚にするかで本期しばらくの迷ってたんですが対戦を失し,しますよいしま、えーすよしょ結局ね3枚にしましたうんまああの盤上の圧シ者と役割が被ってるんですが先行を取った時にねよいしょ、まあ、ここの動きはさっきと同じです、えー、4ターン目10日の剣士5ターン目盤上の圧シ者進化 の動きが先行でできると、えー、それだけでね、えー、この2枚で、えー、連携がね8稼げているので今のこの展開に加えてこの展開をするだけで合計でね連携が10になってるっていうのがいいですねよいしょで相手のデッキには消滅系のカードがいるのでガソリ先に当たりますよいしょ強いんをあーでこれで次相手が盤面取ってなくても普通の投志で えー、自分のフォロワーは全てにシダメージを与えて盤丈の戦車を進化するための盤面を作り出しましょうねっていう感じやっぱね普通の投志が一番強いわ普通 <laughs> の投志がなくなるとちょっとこのデッキ崩さなきゃいけないぐらいきついんだけど今のところね普通の投資が使えるのであったかい動きができちゃいますなおうんここはねちょっと迷ったんですよあの普通の闘志を先に使うと ここで、えー、ここ、ナイトだけで取る処理することができるんですが、相手のリーダーは、やっぱり消滅が入ってるので、えー、モニカを出したときに、自分のモニカを、靴の投手で破壊したいんですね。今回のこの動きだと。そうすることで、モニカが次のターン開始時に、えー、出てきて進化する。っていう動きができるので、でそれでレ 0D の連携と進化回数を両方稼ぐっていうのがしたいので、まあ、一旦ね、ここは、普、え、通、ー、の投手を追い パッピーパッピーさせないわしょうマジこの動き強いよな<声>このタイミングで突くうみ出てほしいって時に先にアマテラスから入ってると絶対突くうみ出るのが強いよなうんで舞台の投入で先に確認して相手がワンキル型なのでケダカッキーラクリエいりませんので岩を ということで、円形が、これで、18、ついよう。いエイ画面いらねば。トニーで、面をすくしつつ、さっきのね、あの、弱い方の、千金武装の第三歩、あれがちょっと手札に欲しいので、あれを探しに行きたいんですが、うまく引けませんな。悲しいね。うざうざ、ハッピー。今のね、今の打点だと、 ちょっと12点しか出ないので、なんとか、なんとかカードを引き入りたいところなんだわ。難しいんごに、ね。見せてやろう。百戦連磨の演出力は。トニー、磨けば光る。で、ここはちょっと迷ったんですが、先ガウェイン行って、よいしょ。ガウェインのパファレマンドローを使って、なんかいいの引けないのって引けませんでしたと。なので、トニーをもう一回出します。 よいしょー。ハッピー。磨けば光ずこれで進化回数が6回。1回足りなかったんごねーっていう感じなんだが、えー、次でキトップでね、あーのー、画面が引ければそれで進化回数が7回になるかなと思って。やったのかな確か。なんかそんなようなことを考えてる気もします。君が強いんごねー。<laughs> 君が強いんごねー。<laughs> 君、君を増やしなきゃいけないのがすごいストレスなんだけど、今季。<laughs> 届けますで反動のリーサル打点が足りないので適当に適当にワチャワチャしつつはいどう独裁の美剣士を使って EP を回復してうんよいしょもう一回 EP を回復することによって支えます任せてリーサよいしょ A の刻印 まあ、両方は取れないけど、なんとかなるでしょう。てか、こいつを取っても取らなくても、あの、リーサルされるときはリーサルされるんで、いいっす。次のターン、こっちがリーサルできるような場面を作っていきましょうね。笑わ,わせんな。わわんなちなみに、こちらの敵にはガウインが、ある対戦よろしくお願いします。今、このガウインが、このガウインが引けたので、私はもうほぼほぼ勝ちです。あ、足りないに、ね、足りないに、ね。愚かな。そう、私はここ、この展開ができるなというところまで、 えー、考えていたので一応ね頭で計算をしてここのねリーサル打点何点だろうなっていうのをぼち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 考えながら、えー、7ターン目ぐらいの段階でここの段階にいけばればいいかなっていう動きをしててリーサルということであり,といありがとうございました危ねえ危なかったということでー 次はロイヤルミラーですな。大試のをお試験にします。ふふん、<laughs> 財宝か連携なんだけど多、多分連携だろうな。財宝はちょっとな今戦えるような出来パワーじゃないような気もするんだよな。いはい、やろう。あの、1単位に出せる出力がそこそこ低いのが財宝のネックだなっていう。で、こいつが出てきたんで完全に連携ですな。 先見武装の第三棒がローテ落ちした段階であの財宝にあれを入れる意味が一切なくなったのでよいしょハッピーアマテラス光を届けますここ月読みじゃなくてアマテラスにした理由としてはあの月読みで一体殴って白落の暴圧を相手が後手で使ってこられるとあーてか復屈の闘士だまた白落の暴圧って言っちゃった まだ実力はフクの投手を使って、なんか余、あってあの、つくみを処理されるとめんどくさかったんで、そういうことはしませんでした。で、今のね、ロイヤルには、自分、相手のフォロワーを消滅させる系の能力が、えー、レディールしかないので、えー、環境レベルで使えるやつ。ハッピー。もうね、ラストワードが、ラストワードが生き生きとしておりますわ。<laughs> いい展開だ。 いい展開だやっぱ2コストでさ1体出してさ4コストでさ合計4面並ぶ 1pp で1体出せるっていうのも強いよな便利3枚入れてるよかったと思ってあ出た余韻そのこのカードさ 1pp なのは偉いけどさなんか結局進化時効果何もついてないからさ あの手札の手札の邪魔な要素になっちゃうなっていうのが弱いよねでまあモニカで当たる先があるので適当に盤面作っていっちゃいましょうねよいしょよいしょよいしょここで殴ることによって次もう楽霊を使ってくださいねっていうのを強要したいできればここで楽霊を使ってくれれば俺がリーサルするタイミングで相手が使う楽霊がなくなるので あ、お前、使ってくれたね。あ,あそこで進化を切って。まあね、進化を切っちゃうと、ラストバトン能力が消えるので、最初の開始シーン出てこないんですが、もうそれはいいです。<laughs> それはいいです。だって、冒頭で勝ってるんだ。だハンドもね、あの、極細の美機械でワンドローがあるので、まあなんとかなるでしょう。実力を。ハッピー。ハッピー。ハッピー。あ、あなんか弾けんじゃないの。おいいじゃん。 いいしよこの助かれた発見もね1枚にするか2枚にするかを今季ずっと悩んでたんですけど結局2枚が安定ですねハッピー1枚だとね6ターン目に引けない1枚だと6ターン目に引けないから弱いわうんうわここでさちゃんと進化権稼げるの偉いよねここだ リーシャでンカ回数を稼いでレイディエルの7回進化回数7回を達成しやすくできるっていうだけでだいぶ偉いよなこのカードでこいつはねあの処理しちゃうとなんか妙なタイミングで出てきちゃうので何もしません無休の勝利を誓う私たちが明日を作る任せて兄ちゃん ハッピー。光を届けます。磨けば光る。これで18。こガン眼ン。愛の刻印。受講なる盾を見よう。で、20体になったので、連携が相手の戦隊に4点ダメージこれでね、盤面を、えー、ここでね、主語を4面並べることで、相手がね、 え進化回数がまだ5回なので、相手の手札にレイディエルがあって、なんかレイサル頑張ればできるかなぐらいの状況でも、絶対にね、レイディエルだと1名しか進化回数5の状況だと主語を突破できないので、レイディエルがね、使えないな、どうしようかな、うーんっつって、で、他ぞかれた格言ももう1回使っちゃったしな、手札にないなみたいなことが、相手のハンドから予想ができたので、ここはもう主語並べて適当にエンドです <laughs>。あったー <laughs> あれやないかい <laughs> あれやないか ここで <laughs>、ここメ<ね笑>目ん玉出ちゃった <laughs>。マジでびっくりしメ目ん玉出ちゃった <laughs>。ただ、ここで横に並んできたのが、あの、栄光のガビンの方だったので、セフです <laughs>。危ねえっつって <laughs>。ここで、極細のビキンシだったら、盤面がとんでもないことになってたと思ったけど <laughs>。まあ、レれてィル、あの、ガビンだったから全然。貸し付け、知り合い物が。よいしょ、盤面だけで、いいサラですな。対戦、始めました。 勝ったということで最終5戦目対戦目よろしくお願いします。勝利の花を本気でいくわ。ということで、3ッチということはまあ99.9%えー99.9% <laughs>、えー、番なので最悪です。 なるべく、なるべく、ま、盤面を作りに行きたいができるかな。とりあえず2段目は、アマテラスでお茶を濁しつつ、4段目と5段目に1回ずつ使って、EPP、EP を温存する動きをしたいな。なので2段目は使いません。あ、3段目は使いません。東亀ラクリオは。よいしょ。平ラクリ竜は使ってもいいかなと思ったんですが、あのー、中途半端に盤をしてくるタイプのデッキの可能性もあるので、一応ね、盤をケアした上で、 一旦リーサルも警戒するみたいな動きがしたいなっていうつけてみるよその動きでよいしょ相手のね相手が進化するとあのこっちのフォロワー1体を消滅するカードが入ってるので,でラストワードを優先的に当たってよいしょおいでハッピーそれはもうしょうがないね言って誰かの希望にお手ぶらいいじゃん 踏み出す希望を踏み出す一歩を支えます透けて見えるよその動きハッピーこれがでこの動きができるのかなやっぱり偉いよなこの切り絵切りが 1pp で2枚サーチできるっていうのが EP 使っちゃうけど十分偉いので出たマネアーウィズさん君が怖いんだ本気。本気君でさ君で何度アマテラスを消滅させられたことか あれマジでめんどくさい <laughs>。あれされると、連携の計算狂うからマジでやめてほしい <laughs>。本当に嫌いあの動き。修正。我に示して。まあ、盤面とりどりの、連携が12なので、一旦舞台の投入使って、もう落例いらないので、コン。アイヌ。で、ロイドあてが、利権者が2枚被っちゃったので、1体使ってサーチをして、ハッピー。ドローとサーチを積み重ね。 一応ね、次のターン、相手が、えー、アマリリスを進化させして、ダメージを倍にされると、リサルの可能性があったので、運が悪いと。一応、それだけケアしつつ、変えて。よいしょ。まあ、でも、そんなこともないっぽいな。そんなこともないっぽいってことそんなこともないっぽいってことは ?14。焦げよ。炎で焦げよ。お。 これだバトルパスのクラッシュレインだやってんねんハッピーまあー盤上うん万上かなあじゃらーんもしここで俺が盤面を取らなかったら誰が盤面を取ると思う万上だよいしょでえーじゃ出して画面の連携が2 0にできるように頑張りましょうね100戦連馬の実力を でこれで相手が AOE をしてきたら次モニカが割れるので、えーれんえー、進化回数を稼げるかなみたいな動きハッピー、えー、一応今、えー、18点のモニカが割れれば20点21点だけど、えー、モニカの当たる先がないのでちょっときついかなよいしょまあでも相手のリーダー体力16じゃないから a s だ よかった。パブロック、18点。1、2、3。大戦ありがとうございました。やっぱこのデッキ決まると楽しいな。ということで、デッキを確認していきましょう。ということでこれから、これが今回のデッキレシピになります。まあ、ちょっと横長になってしまっているんですが、これはね、調整の結果、このぐらい長くなりました。っていうのも、まあ、あ適当にね、 説明をしていくと、まず、ゼロコストの一番コストの低い順で言うと、えー、この複数の投資これが、えー、自分の、お互いのフォロワーすべてに1ダメージの効果を持っているので、10、え、日、ー、の剣士とか、モニカとか、盤上な聖者、あとは、えー、直接召喚で出たミカエル、けらかき落雷で出た、えー、シールドアーリアン、えー、あとは、ツイシスタースカンドしおり、そして、えー、黄昏がた白銀からで、 出てきた、えー、なのこのカードを、えー、盤面このカードたちがいることによって、盤面が埋まっているときに、えー、相手のフォロワーに依存せずに、自分の盤面をスリをして、さらに連携を稼ぐために、えー、このカードが採用されています。で、これが3倍。これは絶対抜けないわけですね。で、えー、次、1コスト、舞台の投入。舞台の投入が自分の手札を1枚捨てて、えー、ロイヤルフォロワーをランダムに 2, 2種類を1枚ずつ、自分のでっから手札に加える。ということで、 まあこれが結構サーチ範囲が広くなってしまうんですが、えー、舞台の投入で引き込みたい枠としては、えー、っとね、連携が10溜まってないんだったら、盤上の圧生者か、10日の剣士。で、盤上の圧生者に関しては、トニーのサーチ対象でもあるので、トニーが指揮官カードをランダムに手前自分のデッキから手札に加えることができて、えー、盤上の圧生者がね、 こちら、見てわかる通り、えー、指揮官を持っているので、一応、鳥にいてね、サーチできる枠にはなるんですが、えー、他にもね、指揮官を持っているのが、レディールとか、指揮官を持っていて、えー、あとは、モニカもね、指揮官を持っているので、ね、確定サーチではないんですが、えー、一応、これでね、アクセスしやすくはなっているっていうのが、今回のこのデッキの構築になりますね。で、この盤上の発生者にたどり着けなかったら、 ちょっと困るんですが、えー、まあ、基本的に、マリガン、あ、いや、違うわ。はじめ、ちゃんと、えー、カードを、一番をすべて説明しましょうね。えー、次、ミカエル。ミカエルが1枚。えは、ー、じめは2枚にしました。でも1枚にしました。なぜかというと、デッキからすべきしてしまった際に、えー、このミカエルは、ね、舞台の投入で捨てる以外の価値が見出せなかったからです。てか、あのー、装填の音調から出てくる、 つく読みでことが足りるので突進系の能力はわざわざミカエルを引き,引きたいっていう状況がほとんどないなんか連携を稼ぐためだけ以外にミカエルを出す意味がなくなってしまうので手札からすべきしてしまうとあのねこれはね2枚入れてるとねちょっとアドソンかなって感じはするうんてかミカエルに頼らなくても連携20貯まるのであのー、無理にこのカードを入れる必要はないかなうんって感じんーでー えー、装填の恩蝶。このカードは強いね。壊れ強いです。これ強いです。あのー、自分の間に、えー、アマテラスかツクヨミがいないなら、片方をチョイスして、マリナスという能力を持っていて、アマテラスの方が主語、ラストワード、リーダーを1回復して、えー、次の次のターン開指示、ツクヨミを出す。で、えー、ツクヨミの方は逆に、ラストワード、相手のリーダーに1ダメージ、えー、次の次の、 ターン開始しアマテラスを出す、えー、で、これからループするので、えー、で、あま、つくめの方から突進を持ってる。っていうので、まあ、さっきも何回かお見せしたんですが、基本的な動きとしては、2段目にアマテラスを出す、先行の。先行2段目にアマテラスを出すと、アマテラスが破壊される3段目に。で、えー、先行5段目、えー、相手の後攻4段目の進化圏、進化がすべて終わった後に、 えー、3段目に破壊されたアマテラスの効果で、5段、えー、先行5段目にツクミが出てくるので、ツクミの突進で相手の進化後フォロワーのね、えー、進化することによって、スタックがあ、スタッツがね、2位上昇しているカードとかを全部、ね、破壊することができるみたいな、えー、ことができるのが、このツクミの強いところなので、えー、まあ、のうちは3枚積んでおいていいかなって感じ。うん 結構ね、オーバースペックなカードの1枚ではありますね。で、愚直の剣、愚直なる剣馬とにこれも3枚ですね。これが、えファンファレ指揮官カードランダムに1枚自分のデッキから手札に加えつつえ、連携銃で進化することも持っていて、今回のこのデッキのリーサル要因っていうのを、えー、指揮官である武功の執行者レイディエルだけに絞っています。これもね、あのサーチのしやすさの関係から、えー、このカードに絞ることによってリーサルが安定するので、 あの絶対に指揮官をサーチしてれば、いつかはリーサルカードにが全て揃うっていう関係上あの、このカードに特化することの方が、歴として安定したので、こっちにしました。っていうので、まあ、レイディエルが、えー、連携20で一旦に3回で攻撃できる失踪フォロワーなんですけど、えー、追加能力として、 えー、このバトル中に自分のフォロワーが進化した回数が7回以上だったら、相手のフォロワー全てを消滅させるっていう能力を持ってるので、えー、これを出すことによって、一気にね、16点、あ18点パンチ、えー、進化して、えー、6点のさらに3回攻撃でサブク1 8点のパンチをして、相手のリーダーをね、1回で1ンターンキルしていこうかな、みたいなことが今回の目的なので、ね、トニーはね、基本的にマリガンでは、 えー、デッキに戻しますなぜかというと、連携が10溜まりきってから使いたいからですね。うん。あの、前の環境だと、EP 回復と、えー、進化の、追加進化がすごい楽にできた、できたんですね。っていうのも、あの前の環境には、転勤武装の第三棒という、自分が、何でもいいので、スペルを、スペルを使うだけで、<laughs> あの勝手に進化して、しかも、チョイス効果で、自分の EP を回復するチョイスと、 なんと、びっくりおったまげ、<laughs> 黄金の首飾りっていうリサル必須パーツをあの手札に加えることができる、あの、ぶっためか、ぶった目カードが、千金武装の大三宝という名前で、デッキに3枚積むことができたんですが、えそのカードが、えー、今、ローテーション環境で使用することができなくなってしまったので、千金武装の大三宝がいた頃は、鳥居はね、別に無理にね、あの、連携銃溜まってなくても全然使えたんですが、 えー、あいつが落ちてしまったので、こいつは連携銃にならないと、基本的には使うべきではありませんてか。こいつをね、連携銃じゃないタイミングで出すっていうのは、だいぶ自力品な手札だと思っていいですね。うん、本当に手札が悪い時しか、俺はこのカードを連携銃以外で使いません。って感じで、えー、約束の栄光ガーミン。これが、えー、ドロソとして積んでます、うん。失踪でリーサルするのはもうこれ考えてません。こいつは、連携20で次に受けるダメージをゼロにする能力と、はーいー。 えー、連携中で進化する能力。そして、えー、突進を持っていて、えー、連携後カードを1枚引く能力を持っていることだけが優秀なカードです。別に、なぜかというと、進化しても4-4なんですね、このカード。で、タイプ兵士なので、サーチする手段というのが、舞台の投入しかないんですよ。舞台の投入のランダムサーチでしかガビンにアクセスできないので、安定性に欠ける。ガビンでリーサー使をすると。まあ、引けるときは引けるんだけど、引けないとき一切引けないんで、 てか、序盤に引きすぎちゃって、どうしようもねえみたいな時に、このカードにリーサルの重きを置いていると、あの、序盤に使いすぎちゃって、終盤のリーサルができなかったよみたいなことだと笑いになってしまうので、そういうことを排除するために、これはもう途中の展開用と、リーサル、次のターンリーサルしたいから、一旦俺のでリーダー守っといてねのを、次に受けるダメージをゼロにするようだけで入れています。なので、途中でね、どんどん使っちゃっていいですね。というか、このカードは、 もう連携5溜まったら私は使えます。てか、このカードを使って連携10ぴったりに貯めるみたいなのもたまにします。そのぐらい俺はもう適当にこのカードを使えます。な <laughs> んだなら、えー、まあ連携10は、の失踪まではあ、進化までは、なるべく頑張って貯めたいんだけど、もう連携10溜まったら失踪ついてよかついてないか、そこまで変わんないんで。いつ、てか、連携10から連携15までは一瞬で溜まるので、モニカ使うと。あのー、あんまり、 深く考えてプレイングを組み立てるカードではないかなって感じ今の環境ではで時空の提督モニカこのカードはファンファレーナイトを一体出すそしてラストワード連携10自分のリーダーは次の自分のターン開始時空の提督モニカ一体出すそれは進化するこの能力を失うを持つリーダーはこの能力を重複して持たないということで あのまあちょっと難しいテキストが入ってあるんですがまずここのね進化前能力の方がラストワードに連携が連携10がついてる時っていうのはちょっと特殊な裁定が行っていてそもそもこの連携っていう能力はファンファーレ能力を持つフォロワーをプレイした場合そのファンファーあそのフォロワーを含めない連携の数が10以上だったら働くみたいな感じの能力なんですね連携っていう能力がそもそもなんですがラストワードで連携がついてる場合は破壊された時に連携が10だったらいいので このカードで連携が10になっても、えー、ラストバト能力は発動します。っていうのが、このカードのちょっと特殊な最低のところですね。だから、このカードくらいしかそういうことをやってるカードを見、私はシャドーバースで知らないんですが、これで進化をすると、3-3、えー、のフォロワーになって、攻撃自分のロイヤルフォロワーは全てを一1するっていう能力を持っていて、まあ、基本的にこのカードは、2way の使い方があって、えー、まず、単純に2ターン目にこのカードを出して連携を稼ぐ。これはもう、いです。 えー、そしてこう、えー、先行5段目に盤上の圧生者で盤面を処理した後にこのカードを出してぴったり連携を10にするこれもありですそうすると、えー、相手がね、ま、こっちの盤面を処理するときに AOE とかを使ったらついでにモニカが割れて次の段階指示にね連携をプラス1稼ぎつつそうこのラストワード連携10だよね えー、時空の提督モニカ1体を出すというテキストなので、この時空の提督モニカ1体を出すという効果で、連携がちゃんと1貯まります。最強ですね。<laughs> いいカードだ。ということで、このカードは、えー、ファンファレーレ、ナイトを1体出すではなく、ファンファレーレ、ナイトを1体出し、次の段階時でモニカを1体出す。実質連携が1枚で3貯まるという神カードです。最高っていう目的で、連携を貯めるだけだ、ためだけにこのカードを使うっていうタイミングと、例えば、ウィッチ対面の時とか、 えー、相手のデッキが頑張りすると、もうこっちのデッキじゃ、えー、相手のリサルを止められないみたいな。ダメージカット系がないと、相手のリ,ーーのリサルを止められないみたいな時は、方向を取って、方向3ターン目にモニカを出すんですよ。で、1ターン目と2ターン目に、すっごい頑張って、とにかく、テンポを取る。盤面の。盤面キュウリを取り続けて、 高校4ターン目に、モニカがンンあ、モニカが生存している状況を作り出す。と、そのまま、モニカさんは EP による進化ができるので、えー、相手のリーダーを攻撃できる状態のモニカが、をそのまま進化させて EP 切って。で、ついでに横になんか、な、例えば、今回も入れてないですかシスト系のフォロワーも入れたり、することによって、まあ、それからバイオレンスファイルス、ポーン置きでもいいですね。 このカードが、えー、自分ターン中にこれが攻撃力か体力をプラスした時に進化して高戦、えー、時黄金の首飾り1枚を手札に加えて短周竜子にこの体力の上限まで、えー、このカードの体力を回復することができるので、まあ、このカードを横にポンと置きつつこいつで顔を殴ると、えー、ナイトの攻撃力が2位になって、えー、一気にね、えー、相手のリーダーに6点のダメージが合計で入るのでモニカの攻撃力もプラス1されて4点。 えー、ナイトで2点。さらに、バイオレントパイレーツで、ノースタック、あスタツが77、えー、になって、最終時、これの体力を上限まで回復できるまでについてしまうので、かなりね、この動きが強いんですが、まあ、これを決めるのはちょっと難しいので、微行程度で覚えておいてください。あの、アグロで勝つんだったら、この動きは必須です。なので、後攻頑張って取れましょう。アグロで勝ちたいんだったら。で、まあ、そんな感じで、万丈な弊者 自分の場に兵士フォロワーがいるため、それは突進を持つ、えー、タイプ指揮官。最強。2コストで、自分の盤面を、に内藤3体出せるので、進化時の効果でえー、このね、ナイト3体のおかげで、2pp で連携4稼げる。実質マイナス 2pp 分の仕事ができる。あの、ものすごい強い。こいつを2枚使うだけで、こいつに2回進化券を切るだけで、 連携はもう8なんですよ。連携はもう8ということは、もうあとはなんでもいいんですよ。モニカを横に出すだけで連携は10になるし、まあ、10日の剣士2コストの状態で出しても連携は10になるし、なんなら、盤上の圧生者6ターン目に切ったとき、また 4pp 余ってるので、横に10日の剣士が出るんですね。4体。これでね、もう連携が15ぐらいまで一気に溜まっちゃうんで、このカードはもう3積み必須かなって感じ。 マジでこのカー、このデッキを作るためにはこのカードが必須っていうくらい。なのでマリガンもこのカードを全力で引きに行きます。あの先攻だろうが後校だろうがこのカードが手札にいなかったら全マリです。基本的には。唯一先ほどの、えー、モニカでねアグロムーブをしたい時だけその,その考えは捨てるんですが基本的にそれ以外の動きだともう盤上のセて者だけを探しに行きます。っていうのが。 前までの環境で、えー、今の環境だと一応ね10日の原子がね、ファンファーレエンハンス4 10、えー、日の剣士4体を場に出すっていう能力を持っているので合計でこれが万、えー、上の圧勢者を出した時と場に出てくる連携の合計合計数が同じタイプになるんですねただ 2pp 余計に使ってるんであの10、ー、日の剣士よりも万上の圧勢者の方が優先度は高いんですが基本的にはま10、あ、日の剣士でも 妥協できるかなって感じなので、10日の剣士も3枚入れてる。って感じかなで、極、え、細、ー、の美剣士3枚。えー、ちなみに、このロイタアポージャーくんっていうのは、このカードは極細の美剣士として扱うというふうに書いてあるので、こいつは極債の美剣士です。そう。彼は自分のことを極債の美剣士だと思い込んでいる。哀れな、哀れなスパイくんなので。<laughs> 哀れなスパイくんなので。今度は、今度映画化する哀れなスパイくんなので、このカードは。<laughs> 今もやってんのえ、マジで。そうなの のこと,えー、ということで、このカードはー、まあ、ファンファレル能力でごちゃごちゃ書いてるんですが、このカードは、このファンファレル能力は一切使えません。<laughs> この上の方のファンファレル能力は一切使えません <laughs>、えー。こっちですね。ファンファレカードを1枚引く、連携中、EP を1回引く、これだけです。そして、進化時相手のリーダーと相手のフォロワーすべてに2ダメージ。連携が2ずだったら、相手のリーダーと相手のフォロワーすべて,、えー、てに4ダメージを与えるという能力を持ってるので、 ね、これが AOE と言われるタイプの能力なんですが、結構強いですね。このカードを使っても、えー、手札の合計枚数が使う前と使った後で変わらないっていう点がまず強くて、えー、連携を10溜まったら EP を1回復要するに、えー、このデッキは基本的に高校寄りのデッキなんですね。っていうのも、レイディルのリーサルの時に、進化して6点の状態で相手のリーダーを攻撃したいので、EP は多ければ多いほどいいんですね。なので、えー、基本的には EP の合計数が2よりも、 e ピの5係数が3があった方が、キレイとかが輝くし、強い動きができるんですが、えそれをカバーするため、先行でも、えー、後攻と同じようなで動きをするためのカードが、この極彩の美剣士っていうカードで、これも3枚積み必須ですね。うん。合計で3枚って感じ。で、えー、なので、連携が10溜まってなかったら、絶対にこのカードは使えません。そう。どんなに苦しかったも苦しくても。どんなに苦しくても、基本的には使えないんですが。 えー、たまにね対面してて連携銃溜まってなくて EP 回復できないけどこのカードが出てきたとしたらだいぶ相手の手方悪いです <laughs> っていうのを覚えておいてくださいそのぐらいですかねね次手中キラクルイワー,ーン単集類まで自分のリーダーは自分の間の兵士フォロワーが出るために自分のリーダーを1回服を持つ思って、えー、能力として使用するとシールドガリアン2体を出す2コストのスペルでタイプがありませんっていう効果なんですが これの使い方として面白いのが先に盤上の圧生者を出す進化をさせる前に先に毛高き落雷を切ることによってまず毛高き落雷でシールドガリアンが2体出るでこいつらが全員兵士なので盤上の圧生者で、えー、突進が付与されるシールドガリアン2体で当たる相手のフォロワーに、で盤面が開いてまた盤上の圧生者1体の状態に戻った時に 初めて進化権を切る。すると、ナイトが3体出てきて、このナイト3体出てきたときに、ケダカキラクイの効果で、えー、自分のリーダーは、フォロワーが出るたび、平、え、氏、ー、フォロワーが出たので、リーダーを1回復が3回発動して、ケダカキラクイと、盤上のイシ者のコンビで、えー、5点リーダー体力を回復することができる。っていうのが、えーまあ、アグロに対するメダとして、結構有効に刺さっていて、まあ、これのおかげで、バンプは結構息してないのかなっていう面もあるかなとは思うんですが、 まあアグロ系ですね。あんまり息できてないのは、こ俺のおかげもあるかなって感じはするんですが、あの、そういう置き方をするために、あの、なるべく先行ってか高校2段目でも高校3段目でも、このカードは温存かなって感じ。てか、高校3段目に、例えば、毛高家楽類と、モニカと、えー、十日の剣士、これが手札に1枚ずつあったら、どれから使えますかっていう問題があったと、あります。 この場合は、俺の回答は、モニカから切るです。んあの、高校3段目は。えー、高校3段目に、桁掛け落塁を切るのは、ちょっとアドソンかなって感じ。で、あのー、10日の剣士が、桁掛け落塁だったら、桁掛け落塁を先に切ります。で、えー、高校4段目に10日の剣士使います。えー、エンハンス読んで、えー、1体ではなく3体の方の効果が使いたいので。で、合計で、番目に4面、主力。 トーのナケを1ターン待てばエンハンス4に使えるっていうタイミングでそれを無視してまであのー、2コストの方、えー、ファンファーレトーのナケ1体を出すのみの効果を使うっていうのは結構ね、うん、動きとしては弱い結局それで連携が足りなくなるってことが割とあるのでそれをするくらいだったらもう手札で温存して相手の動きをね許容した上でまあ最悪ケラケラクレイをもう1枚引いて あのリーダー体力回復すればなんとかなるでしょガッハ,ハハみたいなことを考えればいいかなって感じ。あと、ツインシスターアスカンの白馬入ってるので、えー、10日の、あ、国際の美験誌で EP が回復できる関係上、たまになんですけど、国際の美験誌に、あのー、先行を引いて、相手が後攻でもう2回進化権を切った後に、例えば、えー、7ターン目。7ターン目に相手が進化権を2回切ってて EP が残り1ですと。こっちは、 万丈な圧生者に2回進化権を切りましたと。なので、もう EP0 です、みたいな状況で、極際の備研師が手札に2枚あるとあの、このカードを2回使って EP を2枚回復、EP フルで回復した後に、極、えー、際の備研師の、えー、ファンファーレのドロー効果でアスカンドしおりがデッキトップから見くれると、こいつのファンファーレ能力で、えー、PP を2回復しつつリーダーを2回復っていう能力まで発動できるので、あのー、これだけで、 負け角だった試合が勝ち角にまで変わるのでたまにそうそのそれをの2回復をした後に初めて国際の美剣士で進化時相手のリーダーと相手のフォーワー全てにダメージを,あを発動すればいいのでそういう時はあのこのカードはね入ってると便利ですねうんでこのカードがファンファーレカードを2枚引く EP が相手より多いんだったら自分のリーダーを2回復自分の PP を2回復っていうカードなんですが、まあ、これが便利ですねあの基本的に一番メジャーな動きとしては うんマリガンで、と、圧勢の、盤上の圧勢者を引きに行こうとして、たまにペロッとこいつが引きちゃったときは、もう先行3ターン目に使います。先行3ターン目に、例えば、アスカンシオリと、舞台の投入があって、どっちを先に使おうかな、みたいなときは、迷ったらアスカンシオリを先に切ります。先行3ターン目は。なぜかというと、えっとね、先行5ターン目までの、テンポアドバンテージのロスは、 えっと、先行6ターン目の極細のビキンシュ進化で全部ペイできちゃうので、このデッキの場合だと。先行5ターン目まではボードアドバンテージ取られて,て取られててもこのデッキ勝てるんですよ。なので、例えば、えー、舞台の投入、見返る、トニーみたいな手札の時、あ、トニー、アスカンドシオリ、この4枚がある時の手札は、えー、3ターン目、先行3ターン目、3pp の状態用で、 舞台の投入で、ミカエルを捨てて、その後に、2ドローした後に、まあ、トニーを使うとか、逆にトニーを使った後に、舞台の投入を使って、ミカエルを捨てて、10日の剣士を探しに行くみたいなことをするよりかは、もう素直にアスカウンの勝利を使って、2枚カードを引く。で、終わりにするみたいなことの方が、俺は多いですね。うん。その方がね、あの、結局、先行だと、5ターン目だろうが、6ターン目だろうが、 さっき7ターン目に極細の美犬士のファンファレ能力で引けてなんかそれで状況が一変するみたいなことを言ったんですがそれが結局7ターン目,ーン目なので4ターン先まで先攻のマリガンで引いちゃったこのカードを温存するようなデッキではないのであのそれも含めて1枚っていう枠にしているのであの先行3ターン目引けちゃったんだったらもう引きちゃったんでいいですあと先行4ターン目になんかあの10日の検知も引けてないしなみたいな。 うんなんか、相手もド,ドラゴンですごいゆっくりやってくるしな。バイオレントパイアスが引けてるわけでもないしな、みたいな。パソコレとハッキンまだ使えないしな、みたいな。4pp だから、みたいな。時に、どうしよっか、つって。まあ、1pp は余るけど、とりあえず、ツインシーザアスカウント処理出しとくか、みたいなわけで出すのが、このカードあ。これはね、1枚入ってると、うん、便利だから、抜かないでほしいかなうん。次、希望の断片、きりい。ニュートラルタイプないです。えー、主語、ファンファーレ。フォロワーを1枚。自分の出来から手を何加える。 えー、進化時。フォロワーをランダムに1枚、自分の手返すいすぎたに加える PPO2 回復というカードで、まあ、これを何枚で気に入れるのかっていうのは、えー、結構ね、人によってがっつり分かれるところではあるんですよ。なぜかというと、僕は今回1枚にしました。僕は今回1枚にしました。なぜかというと、このキリエ君のファンファイル能力と進化時能力は、このキリエ君自身も、えー、サーチ対象、えー、ランダムサーチの対象に含まれているからです。なので、 切り絵出して、どうにかして盤上の圧制者か、10日の剣士が引けないと、連携が稼げなくて、次のターン、極彩の美剣士を出せないじゃん、みたいな時、次のターン、絶対相手がすごい展開してくるから、それに先駆けて、あ次のターン、この、進化時、相手のフォロワー全てに2ダメージのために、連携が10であってほしい、みたいな。EP を回復できる連携が10であってほしい、みたいなタイミングで、泣く泣く切りを、進化を切って、デッキから引けてきたのか、 2枚だった時本当にあのシャドーバースやめたくなるので <laughs> あの悔しくてシャドーバースやめたくなるのでそれがけで私は1枚にしました <laughs> なのでまああの心の強い人は3枚にしてください私はね嫌です <laughs> 私このカード3枚にするの嫌です <laughs> だって苦行だもん <laughs> だってこんなもんで気に3枚入ってたらシャドーバース楽しくないもん <laughs> あとは別にこれに頼らなくてもあのー トニーとかが使えるので、トニーでのサーチでも十分必要なカードは全部揃う。トニーと、あとは舞台の投入でのサーチだけで、あの必要なカードは基本的に揃うので、まあ、キに頼らなくても良くなったっていうのが大きいかな。うん。あとは、リーサル用のカード一覧になるんですが、えナ、ー、学びのたそがれ、リーサルなど、これが1枚だけ入ってます。これが、えー、こちらですね。えー、まあ、見てわかると思うんですが、 こちらですね今私の後ろに隠れてるのが見てわかると思うんですが <laughs> 指揮官学園カード <laughs>、えー、メッシュを持ってるのでタイプとしてこれが、えー、結構強いまあ何何を使ってもサーチ一通りサーチができるよっていうタイプのフォロワーになっていてめちゃめちゃ強いんですが、えー、このカードが、えー、ファンファーレ連携15だったらトワイライトソドを1枚に手札に加えそのコストを1にする。 進化し、援護射撃へ一度トを出すという能力を持っていて、トワイライトソードが相手のリーダーと相手のフォロワー全てに5ダメージを与えて、援護射撃が自分の場に指揮官フォロワーが出るたびに、相手の場にフォロワーがいるならランダムな相手のフォロワー一体に、いないなら相手のリーダーに、その指揮官フォロワーの攻撃力の値と同じダメージを,を出すことができるので、今回のこのデッキのリーサルはレイディエルだけです。でレイディエルは指揮官を持っていて、 えー、3回攻撃ができるシストを持ちろんのフォロワーです。なので、このレイディエルでリサルをするために、えー、絶対に剥がさなければいけない要素というのが2つあります。1つが、えー、ネメシスの、えー、次に受ける自分のリーダー、次に自分のリーダーが受けるダメージを1回ゼロにする能力。これを絶対にレイディエルをリサルするターンは剥がしてから攻撃しなければいけません。これが1つの問題点。もう1つが、えー、相手の場に、 守護フォロワーが3面以上いてで進化した回数が7回以下5回とか6回の時にこのカードでリーサルしないと次相手のリーサルがあるっていう時に、えー、どうしてもその盤面を除去するのにはリーシャなのしか今のローテーション環境にはありませんなのでこのトワイライトソードを使って相手のリーダーと相手のフォローストックに5ダメージを与えて相手のね守護 だいたい今の環境の守護フォロワーの体力って4か6なんですよ。うん。7はないかなほとんど。あのー、4か6かな7とか8はね、ほとんどない。ほとんどないね。うん。あのビショップぐらいかな。確か。そんなもんなので、あのー、それを踏まえて、まあ、このカードはデッキに1枚。 しか入れてないんですが、えー、このカードを使ってね、まあ、てか、連携15まで溜まったら、もうあとは、結構、ボードアドバンテージが取れちゃうので、このデッキは。銅花の剣士にしろ、草のび剣士にしろ、万丈の圧生者にしろ、例えばガウェインで進化させて失踪をし付与して、みたいなことにしろ。いついでに、ガウェインで、失踪で、とりあえず相手の顔面一回殴っとくかの時の、ファンファーレの連携後のカードを一枚引くで、 リーななのののけるると、まあ、ついででに出せそれを踏まえての1枚採用かな、うん、結構ね、このカードのおかげでリーサルできるっていうのは、機会は少ないんですが、このカードじゃなかったらリーサルできなかったなっていうのはあります。っていうので、まあ、例えばロングゲームになっちゃった時、相手の対面がビショップで、なんか、 場を離れると相手のフォロー相手消滅させる能力がついてるとめんどくせえなみたいな。レイディールだと突破できないじゃんみたいなとき。じゃあ一旦待つかみたいなときに、そうだなーみたいな。<laughs> そうだなぁつって、わちゃわちゃーってしてて、えー、9ターン目ぐらいまで。まあ、黄昏と白金とか。で、バイオレントパイレスとか。で、お茶を濁しつつ、9ターン目までかかっちゃったときに、あれレイディール出しても 2pp 余るじゃんみたいな。レイディール 7pp なんで。 レイディエール出しても 2BP 余るってことは、レイディエールに首飾り1枚つけて、ついでにまだ 1BP 余ってんな、みたいな時に、1コストになってるトワイラソードを打ってで、合計でね、えー、3、7、21の、えー、レイディエール進化、で、さらに、黄金の首飾りをレイディエールに付与する、で、攻撃力が7になる、で、えー、レイディエールで3回攻撃をする、これが、えー、21点攻撃ですね。で、相手のリーダー体力がそれだと足りなかった時。 もう大丈夫なように、リーサルのものを入れることによって、相手のリーダー体力が26枚だったら確定でリリーサルができます。そして、今のローテーション環境にはエルフと、エルフにえ自分のリーダー体力を2コストでプラス1することができる。えー、破格の能力を持っているカードがいるので、このカードがいないとたまに積みます。<laughs> っていうのを踏まえて、4コストのなんか失踪2回,こ2回攻撃みたいなのだと、4コストだと、レイテルと合わせ組み合わせらんないんですよ。1ターンの間に。 それがやっぱりダメ。うん。合計 PP が11だとダメなんですよ。合計 PP は10以下じゃないといけないんです。このデッキは。絶対に。まあ、ついでに、あのー、援護射撃は、俺は使わないですね。うん。一応、使う前に援護射撃があれば、リーサルが楽になるのかどうかを考えるんですが、大体の場合、援護射撃がなくてもリーサルできるなっていう結論になるので、俺は援護射撃を出すことはなかったですね。今までの人生で。<laughs> あの、たまに出して、 結局使わなくてもディスーラーだったらごめんみたいな。あと、ことが割とよくあって、この援護射撃というカードは。あと、この援護射撃のカードの一つ難しい最低として、自分の場に疾患フォロワーが出るために、フォロワーがいないなら、相手のリーダーにその指揮官フォロワーの攻撃力の値と同じダメージって書いてあるじゃないですか。これって実は、レイディエルの自分のフォロワーが進化した回数が7回以上だったら、相手のフォロワー全てを消滅させる。 が発動すると相手のリーダーにダダにメージ飛ばないんですよ <laughs> 難しいですよね <laughs> この際で。相手の場に、例えばフォロワーがいて、レイティールを出す。レイティールの効果で、相手のフォロワーが全部いなくなる。でも、この援護射撃が、 援護射撃しか場にない状態では、まだ相手のフォロワー、相手の盤面にフォロワーはいたので、このカードがいて、相手の場にフォロワーがいるときに、レイリールを先に出してしまうと、この援護射撃くんは、存在しない相手のフォロワーに、えー、その指揮官フォロワーの攻撃君と同じダメージを出そうとして、不発で終わります。っていうのが、ちょっとこのカードの難しいところかなーって感じ。うん、たまに、たトワイレットソードだと、あの5ダメージだと、相手のフォロワー全部処理しきれないとか、体力6の でで処理しきれなななかったなみたたみいな時はまにあるので結局ね、援護射撃で相手のリーダーにその指揮官のフォロワーの攻撃力と同じダメージが飛んだ試しが私はない <laughs>。<laughs> っていうので、こういう、あの、リーシャなのに進化権を切るのはほとんどないかなって感じ。えあとは、バイオレントバイレッツ、えクラスロイヤルです。え式タ,タイプ兵士です。えー、突進、高戦時、黄金の首飾り1枚手でに加える。重要なターン中、攻撃力か、能力を、 をプラスした時進化する、えー、突進、高戦時、黄金の首数がれてくる段に加えて、自分のターン終了時、これの体力の上限までかこのこの、これの攻撃力を回復、という能力を持っていて、面白いカードがあるんですが、なぜこれを入れてるかというと、黄昏と白銀を6ターン目に使うと、あ先行6ターン目に黄昏と白銀を使う、というターン、ことがたまにあるんですね。で、たそが白銀は、 えー、デッキからランダムに2種類の兵士フォロワーを手札に加えることができるので、あこのデッキ兵士フォロワーを絞ることができないんですが、トニーとかが入ってる関係上。トニー・ガウェイン、トニー・ガウェイン、10日の剣士。極細の美剣士っていう、もう結構名前数が入ってる関係上、兵士フォロワーでリーサルっていうのが結構運ゲーになっちゃうので、私は嫌いなんですが、っていう時に、バイオレントパイレスも兵士フォロワーになってるので、こいつをデッキからペロッとめくれることがあるんですで、こいつがペロッとめくれると、 えー、その後、えー、白銀の未開きエミリアを出すという能力が発動するんですね。で、そして、連携が11畳だったら、スカイセーバーリーシャが出る。で、えー、このエミリアというカードは、進化時、短縮時まで自分の手札の兵士フォロワー一体のコストをマイナス3することができるので、6ターン目に、この多速ありと白銀を使って、敵からバイオレントパイレーツが引けると、こいつ1コストで出せるんですね。1コストで出せて、 えー、黄金の首飾りを交戦時突進を持っていて黄金の首飾りを手札に加えられるというので黄金の首飾りがえー、先ほどのね、レディエルでリサルをするために必要な、えー、自分のフォロワー一体を11することができる1コストのスペルということで、まあ、レイディエルのね、リサルに必須カードになるのでまあ、リサル用に必要なカードというのとあのー、序盤中盤にガウェインと、えー 国際のピケンシとかを手札に引き継ぎちゃってなんか10日の剣ケンシしかないなみたいな状況を回避するために1枚おまけで入れてるみたいな感じそうサーチ枠がないと1枚しかサーチできないのは嫌だよなっていうのでサーチ枠サーチ先が絶対になくならないようにするために2枚入れてますでこいつが結構あの先行4ターン目に出すと強いんですよ <laughs> こいつ体力4-4があるのであ攻撃力体力4-4あるので担当あのー そこそここ取れなないんだな <laughs> このカードが <laughs>。あの、バーンダメージだけで取ろうとすると、めちゃめちゃ大変なんですよね。高校4ターン目に。なので、結局、進化した相手のフォロワーがこいつを殴りに来るので、あのマナリア以外は、こいつを攻撃するしかないくなるので、普通にフォロワーで。っていう風になると、あの、 特に何もせずに黄金の首飾りが手札に1枚とか運がいいと手札に2枚黄金の首飾りがあるので1枚余るわけですな。で1枚余ると別にもうリーシャナルのトワイラトソードを目当てにせずとも9ターン目にレイディエルの攻撃力が8点進化した後にプラス2点して 8点になると3杯24出るので <laughs>、相手のリーダー体力がどんなもんでも大体リーサル化できるっていうのが、あの、ま、このカードを一応2枚入れた理由かな。うん。で、1枚だと、なんかそういうすびき展開みたいなのが絶対できなかったので、確率的な問題として。マジでめちゃめちゃ難かったので、まあ、2枚かなって感じ。で、たそかれた発言が、先ほども言ったように、えー、エミリアです。 えー、バイオレントパイレットを1コストで出したいっていうのをのために入れてる面とあと、えー、今の展開をすると、まあ、バイオレントパイレットしかり木材の危険子しかり何かしら兵士フォロワーが0コストでバニエル0コストか1コストでバニエルのでそうすると自分の単中自分の場に兵士フォロワーが出た時進化するというスカイセーバーリーシャの能力が発動しますでスカイセーバーリーシャは攻撃時自分の前に タソガイの刃、ナノがいないならタソガイの刃、ナノを一体出すことができるので、これで合計で連携が4稼げるわけですね。連携が4稼ぎつつ、進化回数が2たまるので、タソガイのハグのみで、それがえレイディエルのこのバトル中、 自分のフォロワーが進化する回数が7回以上だったら、1体ではなく、相手のフォロワー全てを証明させる。っていうファンファレ能力を発動させやすくするためのカードとしても機能しているので、結構この形がね、ファイナルアンサーかなって感じはしますね。で、まあ、このデッキの見方としては、くさとしさん積み、ふたりのとみさん積み、てしのおとさん積み、とにいさん積み、ラビンさん積み、モニカさん積み、アセガさん積み、ビティンさん積み、トカケンさん積み、ラリーさん積み。で、えキリエ、シオリなので、 1> を1枚ずつ積んで、まあ、合計ここ合計で3積み1枚枠みたいな。3積み枠1枚みたいなで、えー、黄昏た白銀、バイオレント・バイレツ、レイディエルで、ここの3種類を合計2枚ずつ入れることで、えー、3積み枠を合計2枠食って、残りの、えー、1枠、デッキに1枚しか入れられないカードの枠として、ミカエルが入ってるよっていう感じ。 なので、まあ、ミカエルを2枚にしてた頃は、私はバイオレントパイルと1枚にしてました。っていうぐらいかな。うん。この時期を組む時の関係は。っていう感じで、今日の動画は、このぐらいで終わろうと思います。毎日登場です。ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもお願いしまます。毎週1回1時間うん、配信もするというか、ビーナの編集もやっています。毎週木曜日夜の8時か10時ぐらいです。ということで、今日のお相手は、ビーナーでした。 ちなみに毎日そこの内容としては？こんな感じ。ということで、今日のお相手は見ました。まさに。